エプシロン、イプシロンアステリスク金魚キャレット3。適当にコメントしてね。コラボはあらかじめ断ってからお願いします。チャランポランな人と人によっては、トンチンカンな人も無言でブロックします。あと。君猫が、めっさ甘えてくる、件について。うん。おいで。ちびん猫、ちびん猫が、めっさ甘えてくるようになってしまったっていう。え、おいで。うん。何、ちびん。かわいいんですよ。私も眠れないんですよ、可愛くて。せっかくだからね、その様子をね、寝るまでね、配信してたいと思います。うん。さあ、ちび出てきた。うん。うん。うん。甘えるね。すごい甘えるね。プロフに何て書けばいいですか？めっちゃ甘えん坊ちゃんですって書く？お布団で一緒に寝てやってくださいなぁ、つって。猫と一緒に寝ます。幸せ。慣れた？お布団慣れた？慣れたね。慣れたね。
寒い新編が。金魚の鱗開いてますよって言ったら本当に来てくれて、なんていい子なんだ。寒くねえか？エプシロン、イプシロンアステリスク金魚キャレット、3。子猫の甘えん坊のおかげで眠剤飲んでも眠れない風、吹き出す汗、www。うん。
うん、どうしたのちび。うん、じゃあいいんだよ。うん、夜はこれからだし。じゃい。何やってんの？いて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 。来てさ。一つの布団に一緒に入れるぐらいの中になりました。えへへへ。いていていて。何やってんの？ん？ちびまどん。ちびを、海かじんないでもらっていいかな。うん。慣れたね。うん、マンボウが困る。あー、これはもううちの子ですよ。うん。私を乗せてくれるけど、ゼロですね。夜はこれからだよ、つって。ややこしいだよ、つって。かわいい。かわいすぎるわ。ねえ、ちびとのさ、とのあれいいね、とのとのとのいいね、とのはいいですか、ちびちゃんがいいですか、ちびとのちびちゃんとのちゃんかわいいして、ちびちゃんとのちゃんかわいいね。寝ようとすると耳で、耳ピクで、かわいい。かわいくね。慣れてきてね。もう怖くない？かわいい。
眉毛ねえのが怖い。んで、二つも飲んでるの。チビ寝ろ。甘えん坊でかわいい。なんかかなり甘えん坊だね。うん、わかった。この子の性格、甘えん坊。甘えん坊食いしん坊。にゃんにゃん。甘えん坊で、食べしん、食いしん坊で、あとなんだろう、怖がり。結構繊細さんです。繊細さんですね。慣れるとここまで進展が、ノラだったのに来ました。うん、ノラ。明日の朝はね、何食べたい？うん、チュール、それとも何、カリカリ、ベッドで寝るのも好きだけど、密着で寝るのも大好きな子猫ちゃんです。おちびちゃんですね、ちーちゃん。ゴロが嫉妬してました。かわいい。明日もどうなんでしょうかね。お仕事的に休みなんでしょうか。そうだね、お休みでした。うふふ、仲良くしようね。この子、私の子にしたい。来てくれるかな。あと親さん、あと1週間後くらいに来たら、完璧に慣れてくれてると思います。この子、先兆先兆、キラリンチョキラリンチョキラリンチョ、こんにちは、めいさまいらっしゃい。寝ようと思って眠剤を飲んだとして、眠れないんです、この子のおかげで。この子がいて、かまってちゃん、かまってちゃんで、配信やってた。あ、もう伸び、かわいい、ちっちゃい。肉球も触らせてくれるようになった。はい、よろしくお願いします。肉肉プニプニ。
やべえな、おい。やべえで。
なんだ、入る？入ってくれた方が私は眠りやすいかもしんない。ここにゴロンチョってすんの。そこにな。懐いてくれてありがとね。幸せ。明日はまた遊ぼうね。嬉しい。ありがとう。うん。ねえ、眠っててさ、物が二重に見えるんですよ。寝せて。